皆さん、美しい髪を保つためには頭皮が健康であることが大切、知っていましたか？お肌のケアはするけど頭皮のケアは重要視していない、私も含めてそういった方多いと思います。ということで今日のテーマは今から始める頭皮ケアです。やってきたのは宮崎市常久にあるヘアサロンデイズ。アットホームな雰囲気作りを心がけているこちらのお店は、各席に設置したテレビをはじめ漫画や雑誌などを豊富に揃えたリラックス空間を提供しています。まずはじめにスタッフの後藤さんにお話を伺います。今回頭皮ケアがテーマなんですけれども、はい、正直恥ずかしいお話、はい、私一切と言っていいほど頭皮ケアできてないと思うんですよ、はい、でも頭皮ケアって重要なものですよね。そうですね、頭皮ケアはですね、皆さん結構髪の毛を洗うとかそういうイメージでおられる方たくさんいるんですけど、できれば頭皮を洗うっていうイメージでいてもらうのが一番重要かなと思ってます。はあ、さすが大きなキーワード出ましたね頭皮を洗う、はい、でも他のお肌のお手入れはしていても、うん、頭皮のケアってどうやっていいのかわからないっていう方も多いと思うんですが、はい、よりデリケートな部分だったりしますか？どのお肌にも皮脂腺という腺があるのですが、頭皮は一番皮脂腺が体の中で多いって言われていて、皮脂が分泌することで毛穴に汚れだったり詰まりを発生させます。毛穴が詰まることによって皮膚の炎症だったりとか、あと綺麗な髪の毛が生えてこなかったり、匂いだったりとか、あと枝毛の原因になったり、たくさんの原因が含まれてます。あとですね、他の皮膚と一緒で頭皮も乾燥しやすくなるので、水分補給を体の中にしっかりしてもらうことで髪の毛の潤いを保つことができます。水分補給も、じゃあ本当に外側から内側からしっかりとケアして手入れすることが大切なんですね。そうですね。実際に頭皮ケアを体験。ではシャンプーをする前に一度髪の毛を溶かしていきます。髪の毛を溶かすことによってシャンプーの泡立ちが全然変わっていきます。そうなんですか？はい。なんで髪の毛を溶かすことで泡立ちが良くなるんですか？ですね、汚れとかが落ちたり、あとさっき言ってた皮脂が浮いてくるんですね。そう、浮いてくることによってしっかりとした泡立ちが出てくるので、泡立ちを良くすることによって髪の毛の痛みだったりとか摩擦だったりとかを少なくしてもらえるので、しっかりと髪の毛を溶かしてからシャンプーしてください。ここからはスタイリストの下田さんにバトンタッチ。マイクロバブルを使った頭皮洗浄を体験。はい、では当てていきます。おお。あの水圧というか泡の刺激がありますね。そうですね。あ、気持ちいい。あの髪の毛を洗い流すだけかと思ったら、はい、本当に頭をポンポンマッサージされてるみたいな感覚ですね。はい、この気泡がぶつかることによって汚れが浮き上がってくるんですよ。へえ。ああ、すごい。こめかみのあたりとかもすごい気持ちいいです。そうですね、耳裏とかも結構気持ちよかったりしますね。結構溜まってきましたよ。あ、汚れが出てますか？はい。ではこちらを持ってもらって、はい、浮き上がってるのを反射してみてください。わあ、すごい。この泡みたいな白いふわふわしたものが汚れですか？そうです。うわ、大きい汚れっていうのがこういったちょっと油膜みたいな、ちょっとドロッとしてるんですけど、はいはい、これが後に毛穴の詰まりになる油汚れになります。怖い。これが詰まって酸化すると頭皮の匂いだったりとか抜け毛の原因だったりとかにするなる悪影響を及ぼす油になってます。へえ、そうなんですね。はい、多分普段からワックスとか使われてると思うんですけど、はい、そういったのってやっぱりキューティクルの隙間に汚れが詰まっちゃって普段のシャンプーじゃ落としきれない汚れだったりするので、
それも浮き上がってきてるかなとは思います。下野さん、ここからシャンプーの仕方を教えてもらいますけど、はいはい、シャンプートリートメント選びも大切なんですね。はい、そうですね。シャンプートリートメントに関しては一番は肌に合ったものを選んだ方がいいかなと思います。一応カラー用のシャンプーだったりとか頭皮用のシャンプーだったりとか2つに分かれるかなとは思うんですけど、もしその髪を重点的にされている方もやっぱり頭皮って大事なので週に1回とか2回とか頭皮用のシャンプーで洗ってあげるのも効果的かなと思います。ただ、まあ、一番重要にしてほしいのはやっぱ今日頭皮のケアでもあるんですが最初の予洗い、シャンプー後の予洗いっていうのも大事にしてもらえたらなとは思ってます。シャンプーの後は泡がついてるのでしっかり流そうとは思うんですけど、うん、はいはいはい、シャンプー前の予洗いが大切なんですね。シャンプー前の予洗いをすることによって毛穴が開いたりだとかキューティクルが開いたりとかするので長めにしっかり流した方が汚れが落ちやすいのとシャンプーの泡立ちがきめ細やかになってさらに綺麗に落とすことができます。流す時のポイントとしてはやっぱり頭皮にお湯を当てたいんですよ。お家でシャワーヘッドとかを、頭皮の方に当てながら流すとか髪の中と頭皮にこう攪拌させるようにお湯を少しポンポンしてあげると中に入りやすいかなとは思いますね。よく美容室でしていただくこのポンポン意味があったんですね。そうですね、湯煎をしっかりすることで頭皮の血行が良くなります。はい、睡眠が深くなったりする効果もあるので頭皮を温めるような感じで流してあげるとすごくいいです。はい、ではシャンプーをつけていきます。最初に毛先の方につけてください。毛先からなんですね。そうなんです、頭皮に最初につけるのではなくて最初毛先の方につけて空気を含ませるように泡立ててください。こんな感じでちょっとふわんふわんふわんとした感じで空気を入れていきます。そうすることによって泡がきめ細やかになって汚れをより落とすことが可能になります。では、うん、泡立ってきたのでちょっと洗っていきますね。必ず下から上に向かって洗ってください。下から上なんですか。そうなんです、指をちゃんと中に入れて上に向かって洗ってください。おー、髪の上から洗うとキューティクルに摩擦が生じてしまって髪のダメージにつながってくるので頭皮を洗うっていうイメージで洗ってもらえたらなと思います。普段洗いづらい顔の周り、耳の上、裏側、襟足などは2回洗うくらいの気持ちで重点的に行います。シャンプー後のすすぎもとても重要です。シャンプー剤は思ったより流れづらいため時間をかけて行うことがポイント。シャンプー同様に指の腹を使って優しく丁寧にしっかり流しましょう。お家でされるときはできるだけこう擦るのではなくて優しく拭いた方が髪にはいいです。はい、濡れてる状態っていうのは髪自体が傷みやすい状態なので頭皮を拭き上げるような感じで優しく拭き上げるといいです。頭って筋肉あるんですよ。はい、でやっぱその筋肉が凝りの原因になるので肩や腰が凝るように頭皮も凝ってきます。マッサージをすることによって自律神経とかっていうのを整えてくれる、あとは睡眠が深くなったりとかするんで髪にもいいし頭皮にもいいんでいいことだらけです。へー、うん、やり方としては顔周りからまず当ててこのつむじに向かってマッサージしていくといいです。へー、すごい上にぐっと持ち上げられてるんですよ。そうですよね、こんなに上げるんですね。そうですね、頭皮に押し当てて頭皮を動かすような感じで。あー、本当に気持ちいいですね。
仕上げにドライヤーを使って乾かします。後藤さん、私今から衝撃的なこと言っていいですか？はい、私お風呂上がりに、はい、ここもう何年もドライしてないんですよ。そうなんですね。頭皮が乾かないと頭皮の内部が清潔でなくなってしまうので、ドライはできるだけしてもらった方がいいですね。頭皮には常在菌といわれる皮膚を健康に保つための菌が存在します。この菌が溜まった皮脂を分解したときに生成される物質の中には、皮膚を刺激してかゆみを引き起こしたり匂いの原因となるものも含まれています。ドライヤーで乾かすときは少し離した状態で頭皮を先に乾かしてください。頭皮をしっかり乾かしてからではないと、先に乾かしてしまった毛先がですね、摩擦によって傷んだり乾燥で枝毛になったりっていうのがあるので、頭皮を完全に乾かしてもらって、毛先の方を8割ぐらい乾いたら、まあ、乾いたかな形になります。後藤さんのその指つき、さっきの下田さんのシャンプーの時と同じですね。そうですね、頭皮一番今傷つきやすい状態になっているので、もっと柔らかくしてあげて、空気をこう入れてあげるように乾かしてあげてください。今日はありがとうございました。ありがとうございます。まず今の髪の状態にびっくりです。私今整髪料何もつけてないんですけど、こんなにふんわりエアリーになるんですね。ツヤ感がすごい。そして今日は頭皮ケアについていろんな情報をいただきました。知らないことだらけで、しっかりとケアして時間をかけて優しく接していかなきゃいけないなと思いました。頭皮のケア、今日してもらったようにしっかりシャンプーで泡立ててもらって、頭皮を洗ってもらうことと、あとドライをしっかり乾かしてもらうこと、水分をしっかりとってもらうことで綺麗な髪を保つことができると思います。私もポイントを押さえて頑張ります、はい、あと下田さん、シャンプーがすっごく気持ちよかったです。当店では新人のスタッフからベテランのスタッフまで、スタッフ同士シャンプーを練習し合い、より向上しているので、ぜひご来店ください。わかりました。いや、その腕間違いないです。そしてお家でのケアもしっかりして、皆さんぜひ頭皮美人目指してくださいね。健やかな髪を育むには、頭皮を良好な状態に保つことが大切です。日々のケアを正しく行い、頭皮環境を整えましょう。